この電気はエキスポグランドカラーのパワーで電気がついてるんで、まずあのお尻のところに穴がありますね。それであの補助エンジン、ちっちゃなエンジンを回すことによって4つのメインのエンジンが動いてないときに必要なパワーを作ります。じゃあ上見てください。バッテリープッシュしてください。プッシュ、はい、スタンバイパワーオート、オートで、これをこれ APU オグザリパワーユニットなんで、これをスタートまで回して手を離す。これでしばらくするとこの後ろのエンジンが回ります。で、オックス1番プッシュ、はい、2番プッシュ、それで電気を切ったら、ここの上のパネルっていうね、これ右回してください。で、これもこれ、で、これもこっちを回しますね。こういう感じですね。で、今パネルのライトつけましたんで、これからエンジン回すのに、まずブレーキを、エンジン回っていきなり飛行機が動き出すといけないんで、それで4番ハイドロプレッシャー AUX 左に、はい、1番、これでブレーキパワーソースライトが消えてること、 3000PSI、 これでもうエンジンかけてもちゃんとブレーキがかかってるんで取り出さない。エンジンかけるのに次は燃料がですんで、これ燃料タンクです。でここから左ウィング、右ウィング、胴体、これがホリゾンタルスタビライザー、後ろの中に入っています。これ全部オンにしますね。1番ブースターポイント、フォワードを、はい、プッシュしてください。アフターブースターポイント、2番ブースターポイント、フォワードアフター、オーバーライトジェスタンポイント、フォワードアフター、センター、オーバーライト、レフト、ライト、ホリゾンタルスタブル、トランスファーポイント、レフト、ライト。じゃあ僕こっち側やりますね。はい、これでエンジンの手前まで燃料が来ました。で、燃料をエンジンに送るか送らないか、これで決まるんです。これ引っ張って前出せば燃料が来ます。で、スタートするんですけど、この飛行機はスタートするのに空気の力がいるんで、 APU ブリード届きます、届かなかった、ブリードプッシュ、ワン、ツー、スリー、フォー、エアブリードプッシュ。で、エアコンディショニングノーマル。ここでエアの元ですね。エアの元を今入れて、これでエアコンディショニングの元、これテンプコントロール。これでスタートバルブの手前までエアが来ましたんで、あとはこれを引っ張ればスタートします。で、ビーコンオン、届きますか？ビーコンです。ボス、はい、ナブオン、ストロボオン、ロボやります。これでもう最初の3分はいきなり飛びます。で、走行してるとグラウンドからオールフォーエンジンスタート、グランドクリアで、キャプテンはスタートシーケンス、ワン、ツー、スリー、フォー、1番から順番に回していきますよ。で、イグニッションシンクですね。で、スタンバイノーマル、オートスタートプッシュしない。オートスタート大丈夫。で、あと、ナンバーワンエンジンスタート、ナンバーワンエンジングランドクリア、これ引っ張ってください。で、ローテーション、フューロン、引っ張って引っ張って、はい、ライト、ナンバーツースタート、ナンバーツーグランドクリア、はい、スタート。で、ローテーション、フューロン、ナンバーツースタート、ナンバースリースタート、ナンバースリーグランドクリア、
ローテーション9番ナンバーフォースターとナンバーフォーグランクリアペレートオレンジのノーマルでハイドロポンプ、これポンプで油のポンプ、オートポジション1番オート、2番オート、3番オート、4番オート、それで各ウィングの油で動くんでプレッシャーライズされたんで、これ左系エミリー、はい、これはプレッシャー、はい、プレッシャー、右足、右足、左足、はい、これ、あの、シュワップ、ゲート離れたら羽が動いてますよね、こっち、パイロットがこれお互いに2回、こっちにしてやったらこっちにして、で、全部 OK だと、じゃあこれ飛んでもいいと、じゃあ最初の3分、もういきなり飛びますね。まずはこのスピードが起こってるんで、はい、スポットルを矢印の、ここ矢印あるんですけど、はい、そのぐらいまで出して、強くしても。寒いでしょ。で、氷がつかないためにナセルアンチアイス、オート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 、これオートにしてください。オート、オート、オート。はい、ウィンアンチアイス、これもオート。右、右。さあ、で、これからニューヨーク行くのに、地球上の、今、成田空港37番ゲートの地球上のポジションを飛行機に覚えさせます。で、上が IRS、ナブ、ナブ、
なる。これで5、6分すると立ち上がって、まあ、自分のポジションを覚えるのね。そうするともう外の無線設備が何もなくても37番ゲート成田空港のそこからの変化を計算しながら自分のポジション、速度を飛行機重心に考えます。これは昔あのアポロ計画でなさいます。月へアポロが行きました。あの時に開発されたんですね。これで覚えたと、はい、次、ランディングライト、これね、アウトボード LR レフトライトオンにしてください。インボードランディングライト、レフトライト、タクシーライト。次、ブレーキ、オートブレーキ、RTO にしてください。これ、ディジェクトテイクオフにしてください。ビャーンと走ってるときに、取り吸い込んで、エンジンダメになってる、ね。ちょっとギュッと戻すだけで、マックスパワーで飛行機止めてくれる。よし、これでいいかな。よし、じゃあこれを。スモークオンにしてください。でシートベルトオン。あのランウェイに入る前にキャビンでピンピンピンって音を聞いたことあります？飛びますよって。こうやってねピンピンピン。そしたらもうアテンダントもみんな座ってシートベルトしてください。このチャイムのスイッチだけ別にスイッチあるのもあります。ピンピンピン、飛びますよ。じゃあ行きますね。じゃあこれプッシュしてください。操縦シミュレーションを行います。ランディングギアレバーをダウンに、フラップを10度に、スラストレバーを手前にしてください。最初にエンジンスイッチを入れてください。スラストレバーを押してください。160ノットを超えたら操縦桿を引いてください。ランディングギアレバーをひねりで上げて車輪を縛ってください。フラップ、フラップの角度をゼロにしてください。スロットルをこれぐらいまで。これから自由飛行を楽しんでください。じゃあシートベルトオフにしましょう。シートベルトオンのままだったら処置できないんで。オランディングライトオフ。着陸成功です。これ
またのフライトをお待ちしております。で今ゲートに着きました。次の方へお変わりください。プッシュでエンジンナンバーワンショットダウン上げて、ナンバーツーショットダウン、ナンバースリーショットダウン、ナンバーフォーショットダウン、ビーコンオフ、ストロボオフ。じゃあこれシートベルトオフ、スモークオフ。シートベルト早めにオフにしてあげないとね、お客さん動けないからね。じゃあ IRS オフオフオフ、はい、ハイドロポンプオフ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 、はい、アンチアイスオフ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 、左、はい、あとバック届きますか。はい、到着です。はい、それで2週間ホテルで隔離された後、はい、1年。